どうもカバスです。で今回はこの、アディダスの、新作のスパイクの X スピードポータルプラス試し履きというかレビューというかをしていきたいというふうに思います、はい。まあ、これ今カラーが何色か、まあ出てて、まあ、前作の X シリーズ X スピードフロープラスからまあ大幅に変更されて、まあ、アウトソールと、まあ、アッパー素材、あと履き口ほとんどが、まあ、新しくなっています。で、まあ、高いフィット感を追求した、スピードスキン 2.0 のアッパーを採用して、優れた軽量性で部分的に、凹凸の加工を施すことでボールのグリップ力が向上したということです。プライムニットの履き口を採用して、でかかと部分にはカーボンヒールロックと、まあ、翼の形をしたスタビリティウィング、で中足部にはサポートレージを採用してかかとの安定性を向上、カービテックカーボンを加えてスタッド形状を改良して、前足部の2本のスタッドを、これはまあ強い蹴り出しとか、まあ、推進力に貢献して、で、まあ、前作の X スピードフロープラスは、まあ、エイジモデルはカービテックカーボンが採用されてなかったんですけど、まあ、今作からはエイジモデルでも、まあ、カービテックカーボンが採用されているので、まあ、そこが人工芝でよくプレーをする人はありがたいんじゃないかなというふうに思います。よし、じゃあそれではこれを使って蹴っていきます、はい、よし。すごっ、あれじゃない、やっぱアッパー素材にグリップ感があるから、ちょんちょんリフティングやりやすい。あいい感じ、でかいかもしれない。あ、やっぱレースはワンサイズちっちゃい方がいいかもしれんな、ちょっとブカブカ感はワンサイズ下げた方がいい、 0.5 そうだね。